建設重機喧嘩バトル。はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回はですね、アポロンチャンネル動画投稿1周年記念ということで、はい、アポロンリターンズの企画ですね。で、今回するのがこのブチギレコンゴ建設重機喧嘩バトルという、もう意味がわからないんですけど、このゲームですね。いや、このゲームを本当に結構最初の方かな、ゲーム実況して、いやもう本当にクリアしたんですけど、伝説のあれゲーだと思いますね、これは。もうすごいんですよね、ストーリーからゲームの内容からバトルの内容か。いやー、これは本当にね、もう定価で買った人はご愁傷様としか言いようがない。また来る。とりあえずストーリー行かないとダメか。はい、やっていきましょうか。いや、久しぶりのプレイ、どうなるかな。で、このゲームまたロードが長いんですよね。ロードが最初はどうだろう、対戦前が一番長いような気もするんですけど、お、結構長いな。あ、短い、これは短い方ですよ。で、最初これから始まるっていう、何が来るのかな、何が来るのかな、何かが逃げてる。で、屋上へ逃げると、あ、光が眩しい。何が来るかな。さあ、何が来るか。何に怯えてんだ、ジェイソンで来た。もう意味が分かんないですね、この時点で。いやいやいや、こいつが悪いよな。いや、こいつも結構頭おかしいんですけど、このおじいさんもかなり頭おかしいですよね。こいつがまだまともに見えるっていう、冷酷な操縦。どうした？おやさんが亡くなられて、おう、我が金剛一家は離散。ならないでしょう、これは。逃げるでしょう。あの修羅建設にすべて奪われ、おう、この有様です。いや、いいじゃん別に。でも俺には関係ねえよ。届いた？そんなことありませんぞ、坊ちゃん。あんたは重機の虎と呼ばれた金剛團十郎の一人息子。あんたの体には重機を操る天性の才能が眠っている。北斗の拳法へ。一生眠らせておくつもりですか。強そう。早と坊ちゃん。いや、そんなこと言われてもあれはするなよ。建物に入ってくるなよ、クレーン車で。頭おかしいでしょ、親父。いや、絶対親父泣いてるけどな。こんな奴らと一緒に仕事してたのかって。誰もいなくなっちまったのか。いや、いなくなるよ、そりゃ。このおじいさんいたらいなくなるよ。今後一家の仕事は、調べね。調べ建設に奪われて。いや、奪われるよ。ここを離れ、とうとうじい一人。自分のせいと思わないのかな、こいつは。いい大人がヒーヒー泣いてんじゃねえ。いいか。俺の目をじっと見て、俺の言うことをよく聞け。なんだ？はい。あ、聞く？真面目に生きてりゃそのうちいいこともきっとある。健康に気づけて。あ、無理、もう無理ですね、こいつ。多分豚箱行きだと思うんで、このおじいさん。じゃあな。俺は就職活動が忙しいんだ。あ、活動してんの。じゃあなって、坊ちゃん。今後一家を継いでくれるんだよ。いや、誰が継ぐんだよ、あれで。誰が継いでくれるんだよ。なんで継がなきゃなんねんだよ。謝ったのか。オーナーに謝ったのか。オーナーに謝ったのか、あのビルの。親父は親父、俺は俺だ。俺にとっての天命天職ってやつを見つけなくて、何の人生だってんだ。さらばじじい、もう会うこともあるまい。こいつの方が明らかまともなんだよな、最初は。坊ちゃん。徐々にこいつがなんか、いや、こいつも頭おかしいなってなっていくんだけど。何？早いな、瞬間移動みたいな。いや、すごいな、一瞬で。諦めねえか、ダノラ。坊ちゃん、ここから出たければこの G の屍を越えていってくださいまし。もうそれやったら就職活動できないっていう。このバカ、クレーンで武装したやつが生身の相手に。いや、まともだよな、こいつ。いや、こいつほんと頭おかしいんですけどね。二つほど教えておく。第1話はこいつまともと。いや、まともでもないけど相対的にそう見えますよね。どうした、愛想が良くて。胸も腰も程よい大きさの女が、女の話。飯より大好きだ。そして第2に、
俺はマジでおもろいよな。いや面白い。いやこれはちょっとつまらないな。押し書きのヘタ嫌いなのか。お、ロード来た。これが長いんですよね。もう今回最初だけはもうカットで、このカットしないでか、ロード何秒ぐらいかな。そうそう来るかな。お、長いな。ってことはもうすごいあの戦闘が用意されてると思うでしょう。いや思ったな最初。これだけロード長いんだからもうすごいもう戦闘が展開されると、もう壮大なね。これですからね。待って10秒以上待たされてこいですからね。もうどっちが俺って感じになるんですけど。はい、これですからね。これもう戦い、このあのパーセンテージを100にすると勝ちっていう。はい、これ今これ見てもらったら分かると思うんですけど、この動きくね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 おねえ系、おねえ系になります。もう戦闘の時はおねえ系で、これ今戦ってるじゃないですか。戦ってて全く面白くないですからねこれ。もうガツ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 体当たりしてるだけっていう。でこの謎の、急に謎の必殺技が、いや必殺技系だろこれ。この紐が左下にあったり右下にある紐が切れるとこの必殺技が出るっていう謎のゲームシステム。あ、ちなみに今ももう全く面白くないですこれ。あ、全く面白くないですこれ。もう意味がわからないから最初死んでるよもうそれ。本当に突き裂いてたら死んでるよ。あ、92%。 意外に壇の裏がやばいっていう、もう壇の裏もう死にかけてるっていう。屍にしとくか、じじいも犯罪者だしな。もうこの年で刑務所は辛いだろう。とどめさしとくか。はい、さよなら。いやこっちももうこれ商売道具ボコボコなんだけど、ずっとこんなもんよ。大丈夫？大丈夫か？あ、ロード入った。さあどれくらいのロードかな。お、早い、めっちゃ早い。この全身の血が湧き立つ。マジで別じゃないでも仕事と喧嘩は。これこそが坊ちゃんの天職。坊ちゃんの体に眠る銃器使いの血が。あれまだ生きてんな壇の裏。そうか、全く傷一つついてないという。本当か。さあ坊ちゃん、今後一家再建に向けて出発。すげえ汗だな。汗も吹き飛んでる。俺ならやれ。出ましたねこいつの頭のおかしさが。やれるわけねえだろ。まともバカ、まともすぎる。今後一家は建設会社だろうが、重機で戦う才能が何の役に立つんだよ。確か女が来てからなんか病気が進行するんだよなこいつの。あ、納得してる。どうかなんとか言いつつも。あ、マジで、あの全身の血が湧き立つような怒涛の日々だな。俺は金剛一家の二代目として怒涛の日々を迎えることとなった。いや、保存しない。よろしいです。さあロード。おほほほ、あー玉の城来たな。仲間集め、まだマシな方のやつだよなこいつは。はい、再建のためには腕の立つ仲間が必要なんです。仲間っていう言い方がおかしいけどな。今後一家が再建従業員でしょう。走り出したとなれば調べ建設が黙ってはいないでしょう。いやほっとけよもうこんなやつら。愛を仕掛けてくるはずです。それに強力な男たち、強力な男たちを集めなくちゃなりません。ま、そうだろうな。お、一致団結。それにしても調べ建設はなんで金剛一家を目の敵にするんだ。
修羅部の棟梁と死んだ親父の間に何かあったのか。まあおいおいお話いたします。なんか今回の話はまともだな。それより坊ちゃん、腕の立つ仲間なんですが、まあ、こいつがいくらまともな話しても最初のシーンがあるからもうまともに見れないけどな。壇ノ浦は脱落。壇ノ浦は普通の人から脱落ですね。という男です。大木公子、そいつはすげえ。そうなんですよ。なんだ、すごい男なんです。松葉山はお前がスカウトしに行けよ。大概重機ってものは地面を這うもんだが、つまりその松葉山ってやつの場合あ、ジョークかな、ジョークかな。は何しろ重機の飛行機とあだ名されるくらいだからな。来たな坊ちゃん。あの飛行機じゃなくて飛行士です。壇ノ浦がまともになってる。重機の飛行士。なんだよ飛行士って。牛の一種か。マジで。は壇ノ浦大変だわこれ。とにかく玉の城は蝶が舞い、おはめだり、蜂が刺すかのごとく重機を扱う天才だとの噂。確かめとけよそれは。この目で確かめに行きましょうぞ。確かめとけよ先に。おう待ってろよ。全部もう注力してたのかな、こいつを呼び戻すことに。その噂にたけ集めといてよ仲間。そよおっちゃん。来てるなこいつ。いやいや絶対おかしいでしょ。八の湯刺してる？待ってる？いや止まってるけどな。止まってるよ重機。刺してもないし待ってもないっていう。今日はいつになく体が、まあ、こいつはこのゲームの中でも結構ないいマシな方ですからね。おかしいんですけどね。おかしいんですけどまだマシな方っていう。飛び回るって噂の松葉山玉の城は。わっちゃん。本当に大丈夫なんですか。こいつにだけは言われたくないよな。任せとけ。俺の交渉術を見せてやる。あ、そんなのある。松葉山だな。おお。誰だ、お前は。速やかにお前の生年月日、現住所、取得免許を述べよう。うわあ、壇ノ浦の顔が。喜べ松葉山君。お前は超名門大手建設会社金剛一家の一員に選ばれた。壇ノ浦呆れるなこれは。以後金剛一家二代目、この金剛隼人様に絶対服従のことを。もう頭おかしいなやっぱり。来てるな。重機に乗り対戦の準備をしな。どうせこの俺に勝てっこねえだろうが。あまりにも無様な負け方をするようなら普通やらないけどな絶対。コピー取りとお茶組から始めてもらうからな。コピーなんかあるか。自信がないもんで相手にしないふりをして逃げるって。止まってるよ。足音だけ聞こえてくるっていう。あ、進んだ。こんなヘボヘボ野郎がうちの戦力になるわけねえだろうが。こんなやつ推薦しやがって。この間聞いてんのかな、ずっと止まって。てめえも今日限りでクビだ。リストラだ。いや、それは正直正解だと思うけど。そんな坊ちゃん。松葉山さん、お願いです。お願いするときもその顔か。坊ちゃんと対戦だけでも。でないと私は。そこの老人に免じて俺がこの世間知らずに社会の厳しさというものを教えてやろう。めちゃくちゃ怒ってんぞ。おいお前、少し時間をやるから救急車を呼んでおけ。警察呼んだ方がよくない。おうよ、玉之丞君専用の白くてスリムな救急車にしてやろうかい。腹立つなこいつ。マジで腹立つよなこんなの言われたら。おろど、さあすごい戦闘が待ってるんだろうな。これだけ待たせてくるからとんでもない。まだ戦闘が待ってるのかな。マジかこのゲーム。え、本当に20秒ぐらいあるんじゃない。おお、あ、重機勝負開始。あれ、あ、変わるのか、重機変わんのか。すげえなこいつ、多彩だな。何でも乗れんのか。免許持ってんのかな。こいつ結構強かった気がするけどな。えい、なこれ。壇ノ浦のこれあれじゃないのか。よし、ほら、お、ガードしやがった。ガードなんかすんな。
ふい、今のダメージない。誰がこのゲームで楽しめるんだよ。しかもこのこっちを動かしてんのかな。松葉山を動かしてんのかな。よし、なんで当たってないのかな。うわ、めっちゃ食った。ボタンの強弱で強攻撃とかあるんですよ。はまったはまったはまった。よしよしよし。かわいそうかわいそう。あ、切れてる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 、めっちゃ切れてる。いや、これはこれは大丈夫、時間が経てば大丈夫になる。よし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 。あ、こっちが切れた、こっちが切れた、あ、こっちが切れた、こっちも切れてるけど出せない。技を出せない、技を出せないと。技なし、今回技なし。あ、切れた切れた切れてます。相手ぶち切れてる。かわいそう。いや、ダメダメ、絶対出さない。油断すると負けるから、このゲーム。よーし、これはボコボコだな。でも絶対怒るよな、友達にやったら絶対喧嘩になるやつだこれ。容赦ねー。で、今回のロードはどうかな。お、早い。こんな素人にこの俺が。いや、こいつ結構すごいと思うよ。さて、約束通り今日から金剛一家の一員としてこの隼人様に仕えるように。かわいそう。あ、これで終わり。仲間になった。俺は一員になるなんて約束は人じゃねえか。なあ、ダンノーラ。ダンノーラどうする。はい、確かそう言ったよ。ダンノーラ悪いな。保存はしない。はい、ということでですね、2話まで今回プレイしたんですけど、久しぶりに。いやー、相変わらずぶっ飛んでますよね、これね。笑いながらするゲームですよね、正直。まともにやったらもうこのゲームはできない。もう1話目でもうケースにしまってディスクを二度と出さないみたいな、あるいはもう中古ショップに走るみたいな感じになったんじゃないかな、当時のプレイヤーは。はい、うん、やっぱりブチギレますね、このゲームやってると。完全にプレイヤーがブチギレさせられるという、はい、伝説のゲーム、ブチギレコングを久しぶりにプレイしてみました。いかがだったでしょうか。はい、それでは今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、全てやる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アポロンでした。